今週の輝きさん。今週の輝きさんは淡路島で開催される映画の祭典海空映画祭プロデューサーの大杉康隆さん。そして令和の時代に突入した最初のリポーター。ん？この後ろ姿は？ゆっくりと時間が流れていきますね。あ、おはようございます。シンデレラエクスプレスの渡辺博重です。今ね、淡路島に来てまして、洲本市の大浜海岸というところで今こうやってね、海をずっと見つめてるんですけど、このなんていうのかな、時間の経ち方がいいですね。海好きなんですよ、本当に。何しに来たかいうことでしょう。それは言いません。もうちょっとこの時間僕にください。あれ、向こうにね、人がいてはるんですけど、あの人かな、大杉さん、はい、ですよね、はい、いや、ここで約束いうことやったんで、はい、あの、今海見てはったんですか。ちょっとぼーっとしました。洲本市出身の大杉さん、18歳まで洲本で暮らし、大学進学のため京都へ。その後、京都で映像制作会社に就職し、29歳で独立。淡路島を離れてからも、悩んでいる時、疲れた時にはこの海岸に戻ってきて海を眺め、波の音を聞いていたそうです。この場所を使って映画祭をされるということで、はい、海空映画祭、はい、今年で4回目になるんですけども、海の上にちょっと巨大なスクリーンを浮かべてと。440インチの巨大なスクリーンを海の上に浮かべて、砂浜に座って映画を楽しむという世界でも珍しい映画祭。今年の開催は今月末。毎年5000人以上が訪れるんですって。なんでこの海空映画祭、この海岸でっていうふうに思わはったんですか。まあ大体疲れて帰ってきてる時にこんなところ来るんですけど、で水平線をこうやって見てると、なんとなく地球のこの光が、うん、これをつないでいったら地球の大きさになるんだとか思ってると、はい、自分がここにぼーっとしてる自分がこんなちっぽけに見えたりとか、なんて小さいことで悩んでるんだと、はいはいはい、そう思うと、もう明日からも楽しいことを考えて頑張ろうみたいな感じで思える場所やったんで、はい、まあ2時間ぐらいこうやってぼーっとできる時間があったら、みんな幸せになるのになみたいな。そこで大杉さんは海と空をテーマに海空映画祭と名付けました。さらに大杉さんにはもう一つ夢があったそうです。あとはもう淡路島がロケ地になってるような映画を流したい、一生に一回映画が作れたらいいなというのはどっかでは思ってたんですけども、はいはい、自分で映画も作っちゃえみたいな感じで。オール淡路島ロケの映画を監督、ヒロインは淡路島でオーディション、主演には淡路島出身の俳優笹野隆さんを迎えました。笹野さんがいろいろアイデア出してくれたりとか、うん、セリフとかも手を加えてくれはって、うん、まあ、本当にいい感じ の作品になったんではないかなとは。さらに去年の12月、新しい映画を作ってほしいとオファーがあり、2本目の作品を制作することに。この無表情で何を考えているかよくわからない男が、この物語の主人公、山本剛。淡路島出身の阿久悠さんが作詞した川島英吾さんの名曲「時代遅れ」の歌詞をモチーフに、島で暮らす普通の人の人生を描いた作品。淡路島に遊びに、ほんまに謎です。テストいきます。よーい、よーい、スタート。今年2月に撮影されたこの映画、100人以上のエキストラは全て淡路島の人。大杉さん自身の結婚式から発想を得た作品だそうです。嘘がないと言いますか、実際にあった話を全部ストーリーにしていったので、はい、結構リアルな淡路島の、お話になってるんじゃないかなと。間近に迫った映画祭の準備をするということで、
映画祭の事務局へ向かう大杉さんについていきました。ポスターの原稿をチェックしているようです。へー、ダンボとボヘミアン・ラプソディも上映するんですか。もう海空映画祭自体がまあ海で楽しんでもらえるイベントになればなと思ってまして、はいはい、海沿いで毎月やってるようなナイトマーケットとかをやってるチームであったりとか、はあ、ワークショップをやってるチームであったりとか、はい、もう青島のグルメを楽しめるブースがダーッとあったりとか、あ、食べ物とかそんなもん、はい、バーベキューもできるようにしてたりとか、はい、土曜日の夜だけなんですけども、はい、グランピングって言って泊まれるようなものも作ったりはしてますね。僕たちだけでは想像つかなかったつながりとか広がりがどんどんできていってるような感じですかね。いや、そのね、はい、人と人のつながりということなんですけど、はい、あえてこれをちょっと言いますけど、今日のこの兵庫発信の、まあ、これカメラをね撮ってらっしゃるカメラさんは、はい、監督が映画を撮った時のカメラマンさんなんですよね。そうですね、今日現場来た今日兵庫さんだよっていうなんかもう気持ち悪い感じですけど。あら、兵庫発信と意外なつながりがあったんですね。さらに今年の映画祭から大杉さんと新たなつながりができた人も。それがこちらの家具職人、石川さんです。一体どんなつながりなんでしょう。これは一体何ですか。これは今回会場の一番最初に見える場所に、はいはい、僕は DJ ブース、これ10分の1の模型です。映画祭の雰囲気をもっと盛り上げたいと地元の若いデザイナーたちが提案、その制作の真っ最中です。ダンボがメインって、はい、聞きましたので、はい、サーカスのテントをちょっとイメージした感じで、はい、今回デザインしました。僕らでできることがあれば協力してもっといいイベントにしたいなっていうところで、うん、大杉さんどんな感じの方ですか。結構自由な感じでやらせていただけてるんで、うん、すごいありがたいなと思います。表現の場としてこれからもっともっと本当に洲本のメインイベントとして大きくなっていければっていう。大杉さんは石川さんとの打ち合わせが続いているので、その間に映画祭の会場の一つ、レトロな映画館洲本オリオンを訪ねてみます。映画祭に欠かせない存在がこの映画館の支配人です。もともとその立ち上げから野口さんも関わってらっしゃる。そうですね、こういう形でできるかなっていう、はい、ところから含めてですね。あれはそしたら海のところにスクリーンやって、はい、そこへ投影するという映写の部分も関わってはるという、はい、そうですね、映画の作品の手配含めて、はい、大杉さんっていうのはどういう方ですか。結構バイタリティのある人だなとは思ってますね。いろんなことにチャレンジして、まあ、自分でその映画祭用に映画を作ってみたりとか。もう一人、大杉さんが最初に映画祭の企画を持ち込んだ淡路島フィルムオフィス。淡路島フィルムオフィスというのはどういう活動をされてるんでしょうか。そうですね、主に、淡路島でですね、映画の撮影とか、はい、CM とかテレビドラマとかですね、はい、そういう映像作品をですね、淡路島誘致しまして、私たちがサポートをさせていただいております。どんな方ですか、大杉さんは。彼を助けたいっていう方が本当に周りにどんどん集まってくるというか、はいはい、応援したくなるというか、関わる人の輪が年々大きくなり進化していく海空映画祭。大杉さんが描く未来は。海の映画館はもう本当にもう自然の中にスクリーンを浮かべてるだけなんですけども、はい、その周りがどんどん賑やかになっていって、あ、まあ、この大浜っていうのはすごい広い海岸なので、はい、広いですよね、はい、もうここに来ればなんかすごいいろんなことをやってるみたいな、そういう風に広がっていくといいなと思ってます。ぜひ成功を祈っております。この地元の海を見つめてる時にふとその映画祭っていうものの発想が浮かんだ大杉さんなんですけども、やはりこの映画祭を通じて地元に対する思いがギュッと詰まった、そういう素敵な活動だなと思いました。
大次安孝さん、確かに輝いてらっしゃいました。ありがとうございました。番組の最後にプレゼントがあります。今回やってきたのは宝塚市。宝塚は日本が誇るあの巨匠が育った町なんです。それは漫画の神様こと手塚治虫さん。ということで宝塚市立手塚治虫記念館にやってきました。こんにちは。と出迎えてくれたのは鉄腕アトム、そしてリボンの騎士のサファイアです。実はこの記念館、今年4月にリニューアルオープンしたんです。今回はその注目ポイントを紹介しちゃいます。まずは常設展示室。開館以来初めて展示内容を入れ替えたんですよ。なんと25年ぶり。解説文も新しくなって英語表記も追加されているんです。続いてはジャングル大帝休憩コーナー。靴を脱いでくつろぐことができて、手塚キャラクターの塗り絵を楽しめるようになりました。6月24日まではこんな企画展が開催中です。フランス人学芸員の独自の視点で手塚治虫さんの新たな魅力を発見できる内容なんです。そして手塚治虫さんにそっくりのご長男で名誉館長の手塚誠さんにお話を伺いました。リニューアルしていかがですか？はい、おかげさまで25周年を迎えることができまして、今回また装いも新たに皆さんに親しんでもらえるようになったんですけども、特に海外にこれから紹介していきたいと思うんですね。ですから海外の皆さんにも親しんでもらえるような、そういう記念館であればというふうに思っています。県内にも漫画家を目指す人がたくさんいますが、どんなことを伝えたいですか？兵庫県の本当に小さい町からですね、手塚治虫が生まれたっていうことを皆さんちゃんと意識してもらえればと思うんです。今特にネットでも世界中に発信できますから、そういう意識を持った人っていうのは頑張って第2第3の手塚治虫を目指してほしいと思います。そんな未来の漫画家を訪ねて神戸芸術工科大学にやってきました。お邪魔したのは漫画表現学科。この学科ではグループワークで分担作業をしたり、イラストやカラー漫画制作をするコースも。お、基本のデッサンもしっかり学んでますね。最近は紙に絵を描くというのではなく、ねえねえ皆さん何してるんですか？ iPad と iPad ペンシルの方で絵を描かせていただいてます。下書きからもう色塗って完成させるまで全部できちゃうんで、他のところに持っていくとかもできちゃうんで、もうこれ1台でだいたい全部できちゃいます。ほう、漫画もデジタルの時代なんですね。またこの学校では面白いプロジェクトが。それは取材漫画。自治体や企業の広告などを学生が漫画で表現するプロジェクトです。参加した感想は？広告媒体としての漫画に求められることって分かりやすさだと思うので、こう、まあ、目を引いてなおかつこう読んでもらえるような作品を作りたいなと考えています。そして県政150周年を迎えた兵庫県を知ってもらうために作られた漫画兵庫の歴史。手掛けたのは卒業生でプロ漫画家の平井隆也さん。制作してどうでしたか？最初は不安だったんですけど、兵庫県について知らないことをたくさん知れて、僕としても楽しめてよかったです。平井さんにとって手塚治虫さんってどんな存在ですか？やっぱり僕たちも読むのも当然好きなんですけど、まあ、書き手側の楽しみとか
なんか、まあ、苦しみというか田塚さんから学べることが多いんで、これからもなんか参考にして楽しませてもらえたらなと思ってます。漫画は兵庫から世界へ、そして未来へと発展し続けるのです。アバタン、どこ行ってきたの？ん？頭に手ぬぐい、そして湯桶、もしかしてお風呂に行ってきたの？あ、そうなの。湯冷めしないようにね。教えて兵庫。おはようございます。アルミカンの高橋です。赤坂です。今日はですね、働くお母さんの子育てを応援する取り組みをご紹介したいと思います。お、興味あるわ、うん、だって私もね、いつかね、子育てしながら働く可能性あるからね。まあ、いつになるか分からへんけどね。そんなん言うてたら白馬の王子様が現れるんちゃうの？どこや白馬の王子様、どこや。全然捕まえてるからね。怖すぎるやろ。そんなやつに来えへんから。あ、そう。ということで、私らの将来のためにも、はい、しっかりとリポートしたいと思います。ということで、2人がやってきたのはイオンモール神戸南。その駐車場の一角で誰かと待ち合わせのようです。実はこちらのイオンモールで働いてらっしゃる女性がもうすぐ出勤されるということなんですよ。だから待ち伏せです。あ、あの車かな。お、あ、おはようございます。金平さんですか？あ、金平さん、よろしくお願いします。あれ、あー、かわいらしい。あ、いやでも金平さん、お子さん連れて出勤してきはったんですか？そうなんです、すぐそこに預けますので。え、でもイオンですよ、ここ。そうですね、はい、はい、金平さんの後をついていくと、イオンモールを入ってすぐのところに保育園がありました。お子さんを預けて金平さんはお仕事に行かれるんですよね？はい、そうです。すごい。そういうことなんですね。頑張ってください。いらっしゃい。いやー、このね、イオンの中に保育所があるなんてびっくりしたわ。そう、最近こういうのが増えつつあるらしいねんけど、うん、企業主導型保育所っていうんやって。企業主導型保育所とは、従業員が仕事と子育てを両立できるようにと企業が設置している保育施設のこと。社内に施設を構えるケースや、いくつかの企業が共同で設置・利用するケースなどがあります。例えば出勤する曜日、勤務時間など、従業員の働き方やニーズに対応する柔軟な保育サービスを提供しているんです。こちらの保育園は何時から何時までやってるんですか？365日朝7時から夜10時まで開園しております。結構長いです。イオンさんで働かれる方は正社員の方もいらっしゃれば、パートの方もいらっしゃるので、その勤務の時間に合わせてですね、ご利用されてますし、あと地域の方も数名入っておられますので。そうなんです。地域のお子様も月曜日から金曜日まで、もう朝から夕方までいろんなニーズに合わせて対応させてはいただいております。さて、店舗フロアでは金平ママがお仕事中です。アルミ缶がちょっとその様子を拝見しに行きました。金平さんってどういうお仕事をされてるんですか？はい、普段はこういったお客様の声の対応であったり、またテナント様の対応であったり、館内の掲示物などの管理をさせていただいております。夢未来保育園を使われてどうですか？そうですね、同じ建物内であるということで安心感がすごく大きいですし、あとは、送迎と仕事と、あと帰りに買い物もできるという、一箇所で全て済むのですごく助かっております。確かに、はい、おや、保育園の子どもたち、どこへお出かけですか？実はイオン夢未来保育園では、
このようにショッピングフロアのお散歩を楽しんでいるんです。来たよ、ゆいちゃん。ゆいちゃん、はい、ゆいちゃん来たよ。お母さん、お母さん、あ、ママです。やっぱ嬉しい。いってらっしゃい。はい、立ち、はい、またいってらっしゃい。このお散歩にもなんか狙いはあるんですか？そうなんです。企業の中に保育園がありますので、店舗さんですね、回る中でお母さんと会ったり。そうなんです。お母さんと会うことで子どもたちも嬉しくなるし、また逆にお母さんも子どもたちを見てまた元気をもらえて頑張れるっていう声をいただいているので。また別の店先でも男の子とお母さんがしばしのご対面でほっこり。こちらのテナントで働いている吉川楓さんも保育園を利用しているお一人です。企業主導型保育所を利用されてどうですか？一番助かるのは、私が出勤するときに行って、はい、一緒に行って一緒に帰ってこれる勤務時間、私結構何時から何時までっていうのがバラバラなんですけど、保育園さん結構柔軟に対応してくださってて、はい、すごい助かってます。いやー、企業主導型保育所って、うん、お母さんの頼もしい味方って感じだったね。本当そうやんね、うん、そんな働く女性の子育て応援する取り組みをもう一つ見てみたいと思います。まだあんの？うん、次にアルミ缶がやってきたのは神戸ハーバーランドにある神戸市ファミリーサポートセンターです。ファミリーサポートセンターっていうのは何なんですか？はい、子育ての応援をしてほしいなって思う人と、うん、お手伝いしましょう、応援しましょうという人をマッチングする、うん、そういうお仕事なんです。マッチング？子育ての応援をしてほしいって思う方が依頼会員といいます、はい、そしてお手伝いしましょうっていう方が協力会員といいます。会員同士の相互援助活動、うん、有償のボランティアなんですね。有償のボランティア、はい、そこをうまくつなぎ合わせる、そういうお仕事をして。ここでマッチングされた方がこの日ちょうど活動しているということで。神戸市内の住宅街なんですけれども、はい、うん、今夕方の5時半です。あ、もう夕方ですか？あの方ですかね。そうかもよ。すいません、こんにちは。豊田瑞穂さん、子育てを応援する人協力会員です。どんなことをされるんですか？そうですね、依頼会員の彩乃ちゃんも会いに行きますけど、井上彩乃ちゃん、彩乃ちゃんを、はい、ついて行かせてね。はい、はい、トヨタさんはその彩乃ちゃんは結構長いこと見てはるんですか？そうですね、また喋れない時から。はい、じゃあもう赤ちゃんの時から。そうですね、バギーをしたりとか、うん、家族ですね、うん、そうですね、うん、うん、可愛くて可愛くていいね。ねえ、うん、あ、すごい綺麗な、うん、綺麗な保育園。失礼します。お邪魔します。わあ、すごい、すごい、みんなびっくりしてるね。テレビごめんね。あれ、荷物置いた。彩乃ちゃん固まってる。さよなら、ありがとうございます。今回豊田さんが行う支援の内容は、彩乃ちゃんを保育園まで迎えに行き、お母さんが仕事を終えるまで豊田さんの自宅で預かって一緒に過ごすこと。この日は初対面のアルミ缶の2人がいることもあって、はじめは緊張気味だった彩乃ちゃんですが、しばらく遊ぶうちにすっかり打ち解けた様子。なんでこういった子育て支援の活動を始めようと思われたんですか？そうですね、まあ、子供好きのもあるし、うん、まあ、自分の子を見ながらよその子を見るのも、うん、なんかそれほど負担にならないし、時間、空いてる時間といったらおかしいけど、ある程度お金もね、いただけるという感じで、うん、どうですか、やっぱ豊田さんもこう子供さんを見ることで
なんか楽しいこととかありますか？そうですね、うん、結構あの生きがいというか刺激、うん、で多分一人何もなかったら、あ今日も一日終わったなという感じで、うん、やっぱり子供を迎えに行かないといけないから、やっぱりそれなりに段取りして、うん、この時間を迎えに行って連れて帰るのはね。午後7時を回った頃、彩乃ちゃんのお母さん井上智子さんが仕事を終え迎えに来ました。全国展開しているエステティックの大手企業に勤める井上さん、仕事と子育ての両立にはこうした周りの協力があってこそと実感しているそうです。このファミリーサポートセンターについてはどう思われますか？そうですね、やはり初めは不安もありましたし、一般の方に見ていただくって、ね、そうですよね、彩乃と会うかなとも不安もありましたし、自分と会うかなっていうところも不安があったんですが、しっかりした制度ですし、すごく助かってます。トヨタさんにはいろいろ相談もしてますので、子育てで詰まった時とかは相談していろんなアドバイスももらえますので、とても頼りにしてます。先輩ママさんとしてもお話ができるいい関係って感じですか？働く女性の子育てを応援する取り組みを見てきたけど、赤坂さんどうでした？いやね、こういう取り組みがどんどん広がっていって、こう仕事とこの子育ての両立ができて、うん、こうね、女性がどんどんこう社会進出できていったらいいよね、うん、あ、いいこと言うやんか。まあだって私もいずれママになるみいやんか、うん、まず結婚相手探さなあかんけどね。王子様はどこや、私の白馬の王子様はどこや。怖いね。絶対捕まえてやるからね。残念ながら王子様はプレゼントできませんが、今週の輝きさんで紹介した今月25日26日に淡路島で開催される海空映画祭のプレミアムチケットをペア5組、今年4月にリニューアルオープンした手塚治虫記念館の入館券をこれまたペア5組の皆さんにプレゼントです。ご応募はハガキやファックス、番組のホームページからお願いします。必ず海空映画祭プレミアムチケット、もしくは手塚治虫記念館入館券、どちらが希望か明記してくださいね。 SNS にハッシュタグ兵庫発信をつけて写真をアップしてくださった方にもチャンスがあります。締め切りは5月15日水曜日着、急いでね。